スノーマン×プーマ、トゥーザニューワールド、ムービーが公開レーズ、との親和性を感じるファンも。スノーマンを起用したプーマ、プーマ、の新キャンペーンがスタート。スノーマンを起用した、プーマ、プーマ、の新キャンペーン、トゥーザニューワールドのムービーが公開された。キャンペーンの実施に伴い、プーマの新しい厚底スニーカー、カルメンティ2、カルメンティ2、と、カルメンティ 2S、カルメンティ 2S の発売が11月7日より開始となった。投稿されたムービーは、印象的な光の演出が施されていて、岩本照、佐久間大介、阿部亮平、宮舘涼太、深沢達也、向井浩二、目黒蓮、渡辺翔太、ラウールが次々と映し出され、最後は新作のスニーカーを履いた9人がステージに向かうという内容に仕上がっている。SNS にはファンの、まだ見ぬ次のステージへ着実に踏み出す9人の姿が素敵、レーズ、との親和性のみならず、To the New World というキャッチフレーズが今のスノーマンにぴったり、光を放ち光の粉を払うスノーマンがかっこいい、レーズで新たなフェーズへと歩み出した9人にぴったり、週末から始まるツアー、レーズのコンセプトとマッチしていてとても素敵、レーズ、と相まって素敵な映像ですねという絶賛の声を見ることができる。